こんにちは。チャンネルに来ていただいてありがとうございます。今回は可愛いパブロバです。パブロバをボウルの器にしてアイスクリームやフルーツを乗せてパフェスタイルにしました。ビデオを見る前によろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。材料はこちらになります。オーブンを120から130度にセットしておいてください。綺麗なボウルに卵白3つ分を入れます。低いスピードから始めて卵白を泡立てていきます。多少泡立ってきたら最初の4分の1のスタートを入れます。この時のスピードは中スピードぐらいです。さらに4分の1の砂糖を入れます。高スピードに変えて4分の1の砂糖を入れます。砂糖はいっぺんに入れないでください。すべての砂糖を入れてメレンゲがツンと立つまで泡立ててください。大さじ1片栗粉と大さじ1のカカオパウダーをボウルに入れておいてください。小さじ2分の1のアップルビネガーをボウルに入れておいてください。粉類をメレンゲの上で振ります。スパチュラで優しく混ぜていきます。アップルビネガーを入れさらに優しく混ぜていきます。メレンゲを絞り袋に入れメレンゲをボウルの器のように絞っていきます。オーブンに入れて1時間から1時間20分ぐらい焼きます。約1時間後ラックに移して冷まします。お好みのアイスクリームやフルーツを乗せてください。ご視聴ありがとうございました。さようなら。